誰ですか？私よ、マリサ。なんだ霊夢か。びっくりしたぜ。今日は陣地を超えた怖すぎる心霊写真抽選第8幕よ。それは、前回 NHK の青春ドラマの映像がめちゃくちゃ恐怖だったのがあったシリーズだな。もうあんな怖いのはないだろうな。今回は前回の怖さ3割増量してきたわ。増量しなくていいんだぜ。とにかく手加減を忘れないんでくれよな。ふふ。それでは今日も最後まで、ゆっくりしていってね。最初の写真はこれよ。投稿者が友人を写したものらしいんだけど、とんでもないものになってしまったの。おいおい、なんだこの写真は。いきなりインパクト強すぎるんだぜ。友人の顔さ、完全に中身がすっぱり消えているよな。そうなの。少し拡大してみるわ。うう、顔が消えてしまっているのもそうだが、顔があるべき場所が青く発光してしまってるよな。こんなの撮れてしまったら、何かが起きてしまう前兆なんじゃないかと疑いたくなるよな。そうね。これはこの友人の守護霊による強い警告らしいの。守護霊の警告だって、やはり良くないことが顔に起きようとしてるのか。その通りよ。守護霊は将来的にこの男性に事故や病気などを予知したものと思われるわ。それが当たったのか、この男性は頭蓋骨骨折の事故に遭ってしまったらしいわ。頭蓋骨骨折、やばすぎるな。まさにこの青く光ってる部分じゃないか。そうなの。霊の世界は私たちに伺い知ることのできない方法で思いもよらないメッセージを投げかけてくるとあったわ。彼ももう少しこの写真を見てから注意が必要だったんでしょうね。まあそうか。こんな警告怖いな。とりあえず彼の回復を祈るんだぜ。次はこの写真よ。投稿者が友人の舞台を見に小さな劇場に別な友人と行った時に撮ったものだというの。開演前に待っている状況だわ。あ、劇場って雰囲気あるからちょっと暗いのもあって不気味な感じがするんだぜ。そうなの。その直感は当たっているわ。この写真に陣地を超えたものがあるのわかる？この中か。全体的にもやっとしているからな。あれ？ちょっとこの白いのは普通じゃないな。どこ？いや、右側に座っている白い服を着た女性の頭の上あたりに何か白い顔のようなものがあるよな。そうなの。そこを拡大してみるわ。う、恐ろしい顔をしているんだぜ。まるでこちらを睨んでいるように見えちまうな。これはこの劇場を根城とする自爆霊だというの。この劇場に居座ってしまっているのか。何かあったのだろうか。投稿者によればこの劇場の裏が過去に起きた丸太遺棄事件の現場だったらしいの。ええ、そんな凶悪な事件があったのか。それじゃあこうして出てきたのは。そう、無念な丸を遂げた霊が賑やかな場所に現れて、こうして彷徨っていると思われるわ。ちょっとみんな黙ろうか。って劇場開幕前には無理だよな。早くな丸してくれることを祈るんだぜ。次はこの写真よ。公園で写生をする友人を囲んで撮った若者たちの写真ね。あ、この左側で絵を描いている人がいるな。大自然というか、絵描きにとっては好きそうな場所だよな。そうね。こんな新緑で絵を描くなんて、素敵だわ。あれを思い出すわよね、ジブリの。あ、魔女の宅急便の森でカラスを写生している女の子だろ。わかるんだぜ。いえ、なここね。風立ちぬのヒロインの、なんかストーリー思い出したら泣けてきたわ。いや、どこで泣いているんだぜ。違う違う霊夢。怖い解説をしているんだろ。そうだったわ。泣いている場合じゃないわ。マリサを地獄の底に突き落とすような恐怖の解説をしているんだったわ。地獄の底に突き落とさなくていいんだぜ。もう霊夢極端だな。それでこの癒しの写真に、一体何が写ってるんだぜ？今のところ、皆目見当もつかないが。これはね、黄色い T シャツを着た男性の背中あたりに注目してほしいの。あ、右の男性か。背中、何か右肩の上の方にもやっとしたものがあるよな。そうなの。そこを拡大してみるよ。なんだろうか。何か具体物があるのはわかるんだが、よくわからないんだぜ。これは背中にしがみつく幼子に見えない？奥の青い服の男性の肩についているわ。ああ、しがみついている子供に見えるんだぜ。こんな大自然でどうして子供なんかいるんだろうな。専門家によれば、この近くの池で溺れて水丸した子供の霊らしいの。池があったんだな。そこで水難事故か。こんなに小さな子が、親はちゃんと見てなかったのかもな。そうね。親が目を離した隙に子供が不測の事態に陥って溺れてしまうということは頻発しているわ。一旦深く水に入ってしまうと、子供の場合は自力で脱出することはほぼ不可能ね。まあそうだろうな。親もつきっきりというわけにもいかないだろうし、こういう事故は胸が痛むんだぜ。このような孤独な霊は近寄ってきたものの中から霊感の高い人にすり寄ってくるらしいの。じゃあこの青い服の人が霊感が高いんだな。すり寄ってくるって取りつくってことじゃないか。そうよ。このまま帰ったんじゃまずいことになるわね。霊はしばしば水辺に集まるからこのような場所は注意ね。大自然ですっかり油断してしまったぜ。
射精場所変えた方がいいかもな。次はこの写真よ。中央の男性は投稿者のかつての恩師らしいわ。ああ、この年配の男性か。いい紳士って感じだな。恩師と久々の再会でお酒を一緒に飲んだってわけだな。そうね。体育専門らしいわ。部活の顧問も長い間していて、昨年退職したばかりだというの。なるほどな。退職してこうして教え子と飲めるなんて素敵なんだぜ。きっといい先生だったんだろうな。それが鬼コーチと言われていたらしいわ。体育でも厳しい指導をすることで有名だったらしいの。そうか。まあ言われてみればちょっと怖そうな印象は確かにあるよな。それで、この写真にどんなものが写ってるというんだ？今のところ、何もおかしな点はないんだぜ。これは店内の色々なものがあるから見つけにくいわ。注目してほしいのは、先生の右肘あたりなの。この先生の右肘ねえ。なんだろうか、この白くもやっとしている部分は。そうなの。そこを拡大してみるわ。誰かがこちらを睨んでいるんだぜ。若い男性だろうか。恐ろしい表情だな。そうなの。投稿者によると、実はこの教師は1年前に心臓の悪い生徒に無理をさせて、部活中に亡くしてしまったそうなの。その生徒が亡くなって1周期も経たないうちに、居酒屋で飲んでいる姿を見て、生徒の霊が怒りを覚えているらしいわ。ひええ。そんなことが、亡くなるまでしごきすぎてしまったわけか。相当なことだぜそれは。この後の情報はないんだけど、この教師に霊が取り付いてしまってると考えられるわ。そうだよな。生徒からすればふざけるなと恨んでもおかしくないものな。生徒のご冥福をお祈りするんだぜ。次はこの写真よ。これは TBS 系列の特別番組マッチングラブという男女のマッチングを目的にした番組内で、ミニドラマに出演したタレントのベッキーさんが、自身のインスタで告知をした時の写真なの。インスタの写真か。なんかハロウィンでやりそうな、ナース千鳥のコスプレしているよな。そうね。これはあくまで宣伝用に撮ったもので演出とかではないわ。その写真が公開されると、ヤバいものが写ってるとコメントで大変な騒ぎになったの。この部屋のようなところでか。ちょっと暗くて背景とかは見えないけどな。一見そうよね。でも目を凝らしてみると、何か見えてこない？視力はいいはずなんだけど、見えないんだぜ。では写真の明度を変えてみるわ。なんか女性のような影があるよな。ベッキーさんの右奥に、ここにスタッフさんがたまたま立っていたんじゃないのか？その可能性は否定できないけど、どうも顔に異変があってね。顔に異変。怖いな。そこをもう少し拡大してみるわ。ひえー。なんだか、右目に青あざのようなものがあるような。それに、なんだか顎のラインから胸の方にまで白い肌が露出している感じが着物に見えるよな。そうなの。コメントには、後ろに誰かいる、後ろに人がいる怖い、本当や後ろに誰かいる、などと怖がるファンの声が多数寄せられていたわ。一体何なんだろうか。映ったらやばいもので、部屋っていうからてっきり、ゲスの極み丸目の人が映ってしまったのかと思ったぜ。それは言わないであげて。このチャンネルは怖いものを紹介する専門チャンネルよ。怖いって言っても人の欲望の怖さを伝えるのは別な人にお願いしたらいいわ。なんでライザー相当。わかったぜ。もうこれ以上踏み込んだりはしないんだぜ。次はこの写真よ。母親に連れられて帰宅する幼稚園児の兄弟を写したものね。ああ、お兄ちゃんと妹だろうな。いい写真じゃないか。家族愛を感じるよな。ところがそんな写真にも恐ろしいものが映り込んでしまったの。突然突き落とすよな。どこだろうか。あれ？見つけてしまったかもしれないんだぜ。どこ？この三人の後ろ方向の道にちょっと人影のようなものが佇んでいるよな。そうなの。そこを拡大してみるわ。黒い女性の影があるよな。背景の木にどうかしているが、はっきり映ってるんだぜ。そうね。長い髪を持つ女性の霊がいるわ。投稿者によるとこの公園では心霊目撃は全くない場所らしいけどね。霊の目撃情報のない場所で出ちまったというのか。どうしてだ？写真からは判別しにくいんだけど、この家族とは関係はなさそうなの。女性の浮遊霊がたまたまここに彷徨っていて、子供たちの生命力に引きつけられてしまったらしいわ。そうか。じゃあ本当にたまたまここを通っただけなんだな。それならよかったんだぜ。子供たちよ、そこからいち早く移動して、まっすぐ帰るんだぜ。間違っても座り込んで動かないとかやめてくれよな。次はこの写真よ。これは AKB48 の柏木由紀さんが自身のブログに載せた写真からよ。さすがアイドルだな。ドアップをブログに載せるところが堂々としてかっこいいんだぜ。マリサもドアップ載せてみたら？それはちょっと照れちまうな。しかしこれが心霊写真なのか。あれ？何？気づいた？ああ、柏木さんの左の頭のすぐ背後に誰かいないか？男性のような。そうなの。
ではそこを拡大してみるわ。ええ、思い切り人だな。やはり男性が後ろを横切ったように見えるんだが。言ってなかったけど、ここは柏木さんの自宅なの。ちなみに柏木さんは一人っ子なので、兄弟の線はないの。ええ、自宅。男性。兄弟じゃないってことはそれは禁断のあれじゃないか。いえ、さすがにそれはないと思うの。ブログの写真はマネージャーのチェックが入ってから載せるから彼氏とかではないわね。まあそうだよな。そんなミスはしないか。じゃあなんだって言うんだ。まさか部屋に男性の霊ってことなのか。ネットではそういう噂が広まっているわ。この時、他の写真にも横切る男性が何枚か写ってたらしいからね。それはやばいな。ちょっとこの部屋やばいんじゃないかと疑いたくなっちまうんだぜ。柏木さんが心配になっちまうな。それは大丈夫よ。柏木さんは、最近卒業を発表するまで、約16年以上 AKB の第一線を続けて、最長記録を更新中なの。16年アイドルってすごいな。よほど人気があったんだな。元気そうで安心したんだぜ。次はこの写真よ。中学生が修学旅行に行った時に、旅館に泊まった時のものなの。ああ、旅館の部屋で今からくつろぐところだろうな。一人はこちらにお尻を向けちゃって、何か取ろうとしてるな。あ、あれだなきっと。何？修学旅行の部屋でやることと言ったら枕投げだろ。これから押し入れの枕を出そうという魂胆だな。いや、中学生にもなって枕投げしないでしょ。中学生って結構力強いから、枕でも当たったら痛いわよ。していいのよそこは。あんまり話そらさないでくれる？はい。それでこの修学旅行の旅館で奇妙な声を聞いたという人がいたの。そこで撮った写真を一枚一枚調べてみたら、この写真にあるものを見つけてしまったわけね。言い方怖いな。一体何が写ってしまったのだろうか。これは右上段の押し入れに注目してほしいの。何か見えない？いや見えるんだぜ。右端の方に白いものが。そうよ。そこを拡大してみるわ。子供らしき顔の上部が生徒のたちの方を向いているな。そうなの。これはかつてこの旅館で何らかの理由で亡くなってしまった子供の霊だと思われるわ。楽しそうな生徒たちの声につい、顔を出したようね。そうか。楽しそうだなって子供ならつい寄ってきてしまうのかもな。悪意や脅威となる霊ではないようなんだけど、取り憑かれた時の霊障には気をつけないといけないそうよ。そうか。以前もあったよな。子供の霊は無邪気にそのままついてしまうことがあるとな。そうなの。投稿者がこの夜、旅館内のあちこちで子供の声を聞いたそうよ。ああそういうことか。それは中学生たちも驚いただろうな。次はこの写真よ。自社の近くにあった武将の像の前で中学生たちが記念撮影をした時のものよ。ほほう、どなたが存じぬがさぞ有名な武将様じゃろうな。なんで昔話みたいな喋り方にしたの？まあいいわ。この写真は生徒に注目してほしいの。生徒にか。普通の男子中学生たちだけどな。右から3番目の生徒が少し身長が低いか。いえ、それはただの個性よ。右から6番目の生徒をよく見てみて。何かおかしな点はない？なんだろうか。あえて言うなら、首がちょっと横に行き過ぎてるというか。なんか変だな。そうなの。首の部分を拡大してみるわ。なんじゃこりゃあ。首が横にずれてしまっているじゃないか。もう首をくねっと曲げたとかそういうレベルじゃないな。そうなの。すっぱりと消えてスライドしてしまってるわ。これは近くにいた霊の波動によって起きた現象らしいの。何らかの意図を持って彼の首あたりに漂っていたために空間に歪みができてしまったというの。そんなこともあるのか。まあたまたまだったらよかったんだぜ。首に何かあるような霊障だったらシャレにならないからな。そうね。首に将来何かを予告するものなら、命に関わるからね。マリサドキッとした？したんだぜ。武将の霊の仕業で、すっぱり刀で切られたかと思ったぜ。そんなアニメみたいなことにはならないわ。最後はこの写真よ。偶然街角で見つけた友人を遠くから撮った時のものらしいの。あーまるまるがいる。とりあえず撮ってやれってか？ちょっとふざけん坊の友人だな。そうね。仲良い友人に後でお前昨日ここにいただろってドキッとさせたかったのかもね。それでこの写真で注目してほしいのは、右奥のフェンスの奥あたりなの。フェンスの奥？二人の男性が歩いているあたりか。なんだろうか。右横で少しもやっとしている気がするな。そうその部分よ。それではそこを拡大してみるわ。ひえー、怖すぎるだろこれ。女性がこちらを向いているな。体が半分透けていて、足がないようにも見えるんだぜ。そうなの。専門家によればこれは深刻な霊らしいの。何でもこの企画で何者かによって丸された疑いがあるというの。それは丸人事件じゃないか。投稿者が調べたところ、かつて丸体を切り刻んだ後、このフェンスから下に向かって下半丸を投げ落とすという、凄惨な事件があったらしいの。
今もこの霊は自身の体を求めて彷徨っているのではということだったわ。そんな凄惨な事件があったのか、下半丸をこうして探しているのか、ちょっと残酷すぎて言葉にならないんだぜ。もうこんな胸丸素形はやめてくれー。マリサが叫んだところで今日はここまでよ。あるのか、ないのか。視聴者は見つけたのコーナーよ。あるんだな。今回はトラウマレベルの怖すぎる心霊写真10選第5幕の理科室からよ。あああったな。この机の下の部分にかつて火事で亡くなった子供の霊の顔があったやつな。そうね。ここにこんなにコメントが来ているの。ええ？こんなに多くの人が同じものを見つけてしまったというのか。ガラスに顔って、ああこの少年たちの脇のガラスか。もしかしてこの左端の部分か。何かあるな。そうなの。そこの部分を拡大してみるわ。ええ？こんなにはっきりとしているのか。まるで彫刻のような横顔があるよな。不気味だぜ。そうなの。でもここは理科室だからね。こんな彫刻はあるはずがないわ。ガラス戸にあるのもおかしいしね。そうだよな。火事で亡くなったのって一人だったんだろうかと疑いたくなるよな。そうね。戦前や戦時中なら空襲によって火事があっただろうしね。その場合多くの人が犠牲になったでしょうね。そうだよな。こんなにはっきりと映ってるなんてちょっと信じがたいんだぜ。もうなんてものを発見してしまったんだぜ。視聴者さんに手加減はないんだな。そうよ。素敵すぎるわ。こんな恐ろしいものが見つかってしまうなんてね。素敵って。もう霊夢本当に心霊写真好きだな。このアップ怖すぎるからもうやめてくれー。今日はどうだったマリサ？なんか学生ものやら、芸能系やら、いろんなジャンルの怖いものがあったよな。そうね。手広く怖いものを追求してみたわ。ちょっと私的には昭和ものが少なかったなと思うけどね。いや十分やばかったんだぜ。視聴者は見つけたもゾッとしたんだぜ。ふふ相変わらずいいリアクションね。次回も怖さ爆上げでいくわ。爆上げしないでくれだぜ。お手柔らかに頼むんだぜ。それでは次回もまた、ゆっくりしていってね。